とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はコメントいただきました。ありがとうございます。初心者用の羽なしのビルドを紹介してくださいということですね。初心者用で羽なしとなると、こんな感じかなと思います。はい、まず、武器ですね。武器は、心を奪うものです。ユニークスキルで、吸血がついてます。まあ、敵を倒すと 5% HP を回復しますので安定しますね。これに、リフレッシュを入れてください。あ、リフレッシュと重力。この2つは絶対です。リフレッシュ、重力を入れて残りの2枠を火力にしてください。それで、武器はいいと思います。で、防具ですね。防具はウィザーのアーマーですね。初心者用としてはウィザーもしくは、フルメタル。この二つがおすすめです。まあ、ウィザーの方が無難かなとは思いますね。これは 6% HP を吸収しますので、攻撃のたびに。なので、最初から最後まで使っていける防具となります。これに、ポーションバリアとクールダウン、この二つを入れてください。残り二枠は好きな感じで構いません。で、弓ですね。弓は、ボウガンをつけましょう。ボウガンに流れ込む魂がついてるやつを選べば間違いないと思います。はい。で、アーティファクトは、キノコ、ドラ、そして、まあ、ダウンロードコンテンツなんですけども、エリクサーのカバンですね。まあ、これがおすすめです。まあ、エリクサーのカバンがないとなると、そこにね、別のやつを入れてください。まあ、矢筒とかでいいと思いますよ。うん、苦痛の矢筒でもいいですし、うん、ゴーレムキットとか、そういうのを入れても、大丈夫と思います。まあ、今回は、カバンを入れていきますね。では、ミッションに行ってみましょう。クエストね。それでは、行きましょう。まずね、クールダウンが防具に入ってると、常にキノコを発動させることができます。常に攻撃速度が速いっていうことですね。はい。で、初心者のうちは、被弾が結構多いと思います。ダメージをガシガシ食らっちゃう。なので、生存率を極力上げる装備っていうのが重要になると思います。なので、この装備セットですね。生存率を極限まで上げております。まず、武器で倒すと、HP が 5% 回復しますよね。で、さらに、危なくなった時には、ポーションバリアが発動します。で、防具でも、攻撃するたびに 6% 吸収しますし、流れ込む魂で、このソウルが入ってきた時に 9% が HP を回復しますので、まあ、早々やられることはないと思います。やっぱ最初のうちって結構やられるんですよね。やられやすいので、まあ、極力、この生存率を上げる装備っていうのを心がけて作っていくと、いいかなと思います。はい。まあ、生存率高いから火力が低いっていうわけではないんだよね。結構これ火力があって、かなりおすすめです。まあ、常に、ずっとキノコを入れて、で、この装備の場合は、パワーポーションだね。力のポーションを入れて、ダメージを倍出していく。そんな感じになります。で、この武器には、アンチャンティングっていうのが入ってるんだけども、エンチャントの敵に、倍のダメージが出せるっていうやつなんですよね。これがね、ある程度難易度が高いとこじゃないと、効果が薄いと思いますので、まあ、最初のうちは、重力とリフレッシュ、そして、虚無と、クリティカルとか、あと追い打ちとか、そのあたりを入れるといいと思います。で、後々になって、エンチャの敵が多いなーっていうところで、アンチャンティングを入れると、まあまあいい感じになるかなと思いますね。はい。まあ、とりあえずこんな感じで、中間地点のね、キャプテンがいっぱいいるとこ、そこまでやっていきます。洞窟入りました。キャプテンを全部倒していきましょう。まあまあまあ、うまいこと、なんか面白い、エンチャがついてくれれば、いいかな。あー、ミスったな。逃した。まあいいか。ことで、アンチャンティングは結構ね、スキ
な人は好きなエンチャなので、うん、入れときたいなら入れていいと思いますけどね。どうだろうね、これでアンチャンティングはね、好き好き分かれると思う。デイリーばっかり行くっていう人は、うん、アンチャンティングすごく向いてると思うんですけどね。どうだ、モブダメージ 180% きっついのがついたね。まあきついね。でもこういう風になったとしても、ポーションバリアがありますので、いざとなった時でもまあまあ対応はしやすいですね。うん、ポーションバリアで突っ込んでいけばまあダメージ全然抑えれるので、それで大丈夫ですね。そういう時のためのポーションバリア、ポーションバリアはまあこのゲームにおいて一番重要って言っても、あ違うな、一番じゃないけどもものすごい重要ですね。一番重要なのはクールダウンかな。うん、クールダウンがとにかく重要なのよ。アーティファクトをどれだけ短縮させるか、それが結構このゲームの鍵になるので、クールダウンは重要ですね。でもその次に、うん、重要そうなのがポーションバリアじゃないかな。うん、やっぱこのポーションバリアで突っ込まないとどうしてもいけない場所ってありますもんね。どうしてもちょっとその攻撃耐えれないよっていうのがあるので、やっぱそういう時のためのポーションバリア。あーやばい、結構やっぱ 180% なると結構痛いですね。痛いけども、まあまあまあ耐久力が極限まで高めてあるので回復はするね。うん、回復はまあまあするんだけども、痛い時は痛い、めちゃくちゃ痛いめちゃくちゃ痛いな本当に。よし、キャプテンがどっかいるでしょ。あ、きついなこれ。こういう時はポーションバリアを使って突っ込んでいきます。あ、いいね、ナイスナイス。おーおーおー、ちょっと待て。で、このドラ、ドラがね、敵の、防御力そして攻撃力を下げるので、ドラはね絶対入れた方がいいです。最初のうちも後からでも、うん、ドラはねかなり必要なので入れた方が間違いないと思います。何がついた。プレイヤーダメージが 20% 減少か、やばいか。いや、まあまあまあまだ大丈夫。ああ、なんか挟まってた、いるかな。あとキャプテンが、2体ぐらいですね。なので、一応探しながら行きましょう。多分いるとは思うんですけどね。じゃあオッケーオッケー。こういうエンチャの敵が多いところではこのアンチャンティングがものすごく役に立つ。やっぱね、ダメージ2倍って結構でかいぞ。やば、あ、いないね、キャプテン。こっちはいません。別の方向行きましょう。洞窟内にはキャプテンもういませんでしたね。なのでここ最後のフィールドのところにいるかもしれません。うん、いないかな。いや、1体ぐらいはいるかもね。 OKOK。 まあまあとりあえず安全にポーションバリアをねしっかりと使いつついきましょう。お、再生付きのリープリーフは結構きついよ。うん、こっちの攻撃力も下がってるしね。 OK。 でもまあ火力も申し分なく、ありますので、この装備だったらいける。まあまあもうちょっとね、なんかえぐいやつがついてくるとちょっときつくなる時もあるんだけども、これぐらいだったらいける。あ、危ない、トゲとかには注意してくださいね。エンチャントでトゲっていうのがついてるやつは、普通に叩くと超ダメージを受けてしまうので、トゲには要注意ですね。要注意のエンチャントですね。 OK。 結構硬いな。 OK。 ちょっとここら辺をまずは倒してからやるか。よし、よし、じゃあキャプテンの旗を取りましょう。よし、いけるね。はい、あとキャプテン1体だけどもいるかどうかは分かりません。進んでいきましょう。やっぱ脅威がね増えてくると難易度が上がるのよね。敵の HP 攻撃力が平均的に上がっていくので、脅威が上がってくるとなかなか厳
しくなりますよ。まあ今回はちょっと安全には行こうとは思うんだけども、ある程度はね、切り込んでいきましょう。おお効くね、むちゃくちゃ効くね。よし、あ、ツタのムチだね。ツタのムチは強いです。危ね、ツタのムチはね結構おすすめの装備ですね。でも使う時には、羽を使った方がいいです。ツタのムチの強みは、毒ダメージなので、ダイナモをつけて羽でぴょんぴょんしていくと、ダメージがかなり上がってね、いい感じになります。あ、なんかもう終わりそうだね、なんかもう終わりそうな気配だ。危ない、多分ここで終わりじゃないだよね、終わりです。パーティーを楽しもうで、クリアですね。まあ、最後に、脅威が残り1個になったんだけども、キャプテンはいませんでした。でもね、モブダメージ 180% 増加するような、結構きついクエストでも耐久力が抜群にあるので、行きやすいですね。はい、ということで今日は初心者用の羽なしの装備、やってみました。心を奪うもの、そしてウィザーのアーマー、この2つでね、かなり耐久力が高いので間違いないと思います。それにプラスで、まあ、ボウガンじゃなくてもいいと思う。うん。でもまあ、流れ込む魂は絶対つけてください。流れ込む魂ね。これを入れることによって、耐久力がさらに上がります。はい。こんな感じでやってみてください。では、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。